こんにちは、座ってます。今日はね、イベントに来させていただいたんです。はい、アルバイト募集してるって聞いたんです。慌てて言ったんです。それで、時給970円もらって、アルバイト行けます。これアルバイトに行ったんです。老気守られとるっすかね。ちゃんと。ちなみに言いますと、すいませんね、ちょっと長くすいませんね、今日朝礼で交渉したんですけど、よく見るとこれね、2ヶ月間は試用期間で960円で、交渉してなんとか970円で持っていけた。勝戦いだな、戦いだな、これは。 YouTuber の人も負けられない戦いです。世代チャンポンですよ。じゃあ今日もし出られる方は、募集だけ、募集したらもう次の日かわいいですね。2番、上野口くん、3番、丸藤さん、9番、岩佐さん、10番、石木さん、ウィリーバンス、11番、杉島さん、各社、2番、石垣さん。これはどうでしょう。ブーム。あ、ラップは。トップバッター、お名前は。横山浩二選手。横山選手、では横山選手、お好きなところから操縦していただいて、あの白いスタートラインを越えたところから計測開始しますんで、いつでも行ってください。そして道中カウントします。これさあ行くよ。スタート。一周転んだら自分で直していってくださいね。それもタイムに入ってる。完成。はい、ゴール。19秒85。おお。ウィリーしましたよ。これちょっと見せ場を作らなかった。そうですね。見せ場を作らなかったですね。来てます。男性順調いった。はい、行きます。ラス選手の1本目、スタート。ベストライン。マイナさん、はい、ゴール。15秒06でプラス2秒で17秒06。楽しかった。1秒か。いえ、まあまあ良かったんじゃないの。いや、倒した。2本倒してね。勝負。当たり君には勝ちてる。いや、勝負。まさみさんは後からやるんですか。いや、僕最後でやるんですね。計測すらさんやればいいじゃん。だって僕が勝たないと、これ、はい、何だこの人。番組的に。すげえ。確かに。そうだね。じゃあ、2000の2000で出回ってますか。2000の話とか見せる。はい。じゃあ、行きますよ。行きます。よろしくお願いします。4。スタート。あーあはい、マイナス1。うわっ。おっ。一瞬。おっ。うわっ。頑張れ頑張れ。はい、何？はい、すいません。やった。あ、17秒30。俺？いい勝負じゃない。当たんなかったね。あれ当たんなかったね。岩佐さん。俺見過ごせなかったっす。見過ごせなかったっす。あれかすったよね。こすれた人にはもう厳しくいかな。そうですね。当たってなくても当たったって。当たった。今データです。データです。どうでした、どうでした。いや、よかったけど最後の1位になれんじゃん。渡るくんといい勝負なんですよ。です、ね、どっちがどっち。どっち勝負か。お母さんの方がうそー、負けたの。いや、もう一戦あるんだ。あ、もう一戦ね。ちょっと早めに進む。ボール早め。お願いします。はい、スタート。うん、カメラ回ってますよ、カメラ。いや、ここは分かんない。あ、ま、うわー。
おかしくないですか。出たその通りか。俺らと似たようなもんだ。似たようなもんすね。似たようなもんすね。ケンちゃん、ケンちゃんです。ペッチクルーはね、1位のメイさん、2位安藤さん、これもあるじゃん。これ14番の方のどっちも何も合わせますからね。あー、なるほど。両方合わせて3個のポイントを取る。もう一戦あるっすね。もう一戦あるからね、はい。実売2万円中盤くらいかな。あ、なるほど。めっちゃ走るらしいんで、ね、え、渡るくん走ったことあるんじゃない。ないないない。ないの。今からちょっとなんかやらせてもらえるの。オフロード始めたばっかの渡るくんにはね、あ、ちょうどいい最適なキットじゃないでしょうか。ぜひタムタムさんで、はい、ダートコースはこれにしかない。覚えてないね。リーダーシップとかやってる場合じゃないから。あ、間違いないじゃないですか。ニアモーターだから、ね、G フォースですね。今からね、時間が飲むにはちょっと多いんですよ。これの元は持ってるんですか。はい、特別ルール、特別ルール、ルール変わります。ジェノバ3周です。期待してるよ。ジェノバさっき転んじゃったから ね, ね。期待してるよ。いつでもどうぞ。スタート。おお、いってる。おお、ミシェル。おお、あ、辛い。握りがいい。ゴー。おお。16秒51。早い。これはいいぞ。これはいい。よし。これはいい。うん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。この辺もいいですね。ありがとうございます。大丈夫だ、怖い。あ、勝負。三周ね。お、お期待できるねこれ。一周。あ、はい、サッポちゃんと見てますよね。厳しい。17秒35でプラス2秒で19秒35。あ、3号だと俺に車が待ったんだけど、いい勝負してた。あ、バンビーやってる。いや、いいじゃん。行きます。さて、渡る君行った。お、お気に入ってるね、これは。めっちゃ慎重。これは完全にお気に入ったぞ。08、08。あれ。あれ。意外に遅い。渡るさん置いたくせにあんま速くないっていう微妙な結果だったんです。すごい、お気に入ったっすわ。トップ優勝、岩井さん優勝。CFCC やるだけじゃない。お、スタート。お気に入ったのに置いてますよね。よっしゃー、アウトインアウトもね。アウトインアウトですね。これがでも言いました。最後攻めろ。早いんだよな。一周ラスト。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。いけ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 。
9秒10。でも早い。岩井さん早い。あ、慈悲なき。容赦いらんね。レジェンドが容赦いらんすわ。容赦いらない。本気のアタックをやった。岩井さん、岩井君こんなキャラだったんです。そう。ちょっと待って。あれ、いいこと考えた。なるほど。国会に一生走れるよ。あ、スレ取るスレ。これはせこいこと言う。俺4位か5位ですよ。あ、そうで。あ、他の帰れないです。帰れない。わあ、なるほどなるほど。このぐらいのパフォーマンス。もよくする広坂まさみさんだよこれ。測るす絶対あかん。ちょっと違う。だって測ってないし。誰か測ってくださいね。この人タイム遅く出る。岩井さん、岩井さんが測ったらいいんじゃないですか。先生の先生のほど。おお、開始ゴールです。開始ゴールですね。よっしゃ。いいですか。うわ。はい、さ。はいよ。はい、行く。行く。うわ。うわ。ああ、怖い。15秒46。いや、勝ってる勝ってる。1、2秒くらい入ってる。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。もうレジェンド面目やる。でもトータルだから。トータルだから分かんない。これ負けてるかも。あ、ポイントこれら YouTuber 連合。あ、もう全然パッとしない。やっぱりね、お気に入っちゃったっすわ。お気に入ったね。須田さんもお気に入ったっすよね。俺も絶対お気に入ったもん。どっちかに弾けないとな。そう、楽しい。新しい店員さんバイトの服めちゃくちゃまあまあ、何もできたすごい。まあ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 、いやいや、毎日もう40年ぐらいしかまだやってない。そんなに歴は長くないすげえ。40年やってましたけど、緊張します。緊張しませんでした。緊張しました。しますよね。フォーカルなサーキットで、あんま緊張しなかった。あ、ほんと？ぼーっとしてる感じですか？そうだ、確かに。やったから。いや、でも緊張した。でもめっちゃ走れました、あれ。行けますよね。行けます、行けます、これ。1-1だったらまだ分からないですよね。すごいです。ピッキと標準や。標準です、はい。その、うちの会社で、はい、ラジコン作ったことない人に作ってもらいました。あ、よう、キャドス来たな、これ。やっぱ面白くないと世界も撮れないですよ。僕は初めて普通ですよ。普通ですよ。ちょっと撮れ高的に撮れ高をちょっと意識しましょう。撮れ高何下3位のトロフィーです。下3位はないでしょ。ね、3位はないでしょ。3位はない。30位だったらあったちょっと期待してました。ちょっとね。絶対ないんですよ。地味な中地味なんてめっちゃ多かった。めっちゃ多かった。バイト感じ悪い。大丈夫、もうすぐもう首になって帰る。まもなく時間ですか。まもなく時間。元気だ元気。元気。あれいいな。ドローンなんですね。携帯でスマホです。すごい。充電なくなりそうじゃん。登録いりますよ。はい、優勝は岩井さん。ありがとうございます。さすが。いいなぁ。勝負ごと勝たないです。勝たないです。はい、行きます。最初はグー、じゃんけん、はい。勝ったし。お、すげぇ。お、あ、おろ。もう一回行きましたね。最初はグー、じゃんけん、はい。あ、やられた。お、あれ、お、勝っちゃった俺。やったー。いただきました。普通乗らないですよ。優勝の時に勝った。優勝何がですか。走り方がすごかった。走り方、世界の走り方や。
ちょっとバカにしてません。いやだから僕全然上位に食い込んでないですよ。あ、ちなみにこれ取られてる今言われてる矢田部遅かったんですよ全然ここ来たら急に入るのって多分そこで上手くなったんですね岩井さん。あの レジェンドのこのエキスを注入されましたね。ちょびっとだけ、ね、それだけ違う走り異次元の走りしてました、ね、そう吸収されました。僕は緊張してました、ね、そう スタートから真後ろからいきなり来られました。緊張しますね。あれ結構緊張、割とローカルなんですよ今日の大会ね。めっちゃローカルですよね。めっちゃローカル、こんなちっちゃいところでパイロン置いて でもギャラリーがやばいんですよ。やばい、何これもギャラリーなんですか。邪魔しに来た。あの悪い音とかあの人も早いんですよ。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。よし。チャンピオン。おお。優勝じゃない今の動きは。優勝だ。ちょっとストップ止めてます。手が触っちゃったっすね。動いちゃった。そういう時もあるっすわ。うん、ね。助けちゃうんですよ。あ、ありますよね。上手い人はね、はい、そうでもないですけど、ね、あ、優しさです。優しさです。